ヤキール・アハラノフは、イギリス委任等治療パレスチナ生まれの物理学者である、チャップマン大学教授。電子の波に、外部に、電状も磁場もないコイルによって、位相変化が生じるというアハラノフボーム効果を発表した。ハイファーに生まれた。イスラエル工科大学で学んだ後、イギリスのブリストル大学で学び、1五十九年、デビットボームとアハラノフ、ボーム効果について、 発表をした。1960年ブリストル大学で学位を得た。1960年から1961年の間はブランダイス大学で研究し、1961年からイェシーバー大学助教授。1967年からテルアビブ大学イェシーバー大学教授を平任。1973年からテルアビブ大学サウスカロライナ大学教授を平任。 2006年からジョージ・メイソン大学教授、2008年から現職。アハラ・ノフ・ボーム効果の実在性については賛否両論があったが、1980年代半ばに、日立製作所基礎研究所の戸野村明による実験で検証された。電子線ホログラフィーの研究と AB 効果の実証、日立製作所、ありがとうございます。